皆さん、こんにちは。朝の時間帯にドリンクを注文すると、無料でトースト、ゆで卵、サラダなどがつくモーニングサービスがあります。朝だけじゃなくて一日中、無料でモーニングサービスを提供しているお店もあります。一部追加料金が必要なお店もありますが、私はドリンク代のみで、無料で提供されるモーニングにこだわって YouTube に投稿しています。今日は、岐阜県岐阜市北一色の和食麺どころ、相模岐阜北一色店にお邪魔します。モーニングは、午前8時から営業しています。モーニングサービスは愛知県一宮市が発祥の地と言われています。モーニングの起源は昭和30年代前半、朝のサービスとしてコーヒーにゆで卵とピーナッツをつけたのが始まりです。ゆで卵とピーナッツから始まったモーニングが、今はモーニング文化が根付き、トースト、茶碗蒸し、ゆで卵、サラダなどが提供されるようになりました。これからお邪魔するお店、どんなモーニングに会えるかな。これからお邪魔する和食麺どころ、相模に到着しました。営業時間は午前8時から21時までです。お店の中で味噌煮込みうどんが売っていますが、1億人の名古屋飯総選挙では、味噌煮込みうどんは4位です。味噌煮込みうどんはすごい人気です。相模は名古屋が本店なので、味噌煮込みうどんの人気ぶりを知り尽くして見えますよね。名古屋コーチンは1億人の名古屋飯総選挙では8位です。さすがです。相模は名古屋飯の人気を知り尽くして見えます。画面の中央にそば茶が販売されていますが、そば茶は健康にいいって聞きますが、実際どんな効果があるのでしょうか。そば茶には豊富なルチンが含まれています。ルチンは強力な抗酸化作用を持ち、体内の活性酸素を除去することで細胞を保護し、老化や疾患の予防に役立ちます。特にルチンは紫外線やストレスなどのダメージから肌を守り、シミやシワを予防してくれるため、健康な肌を維持する効果が期待されます。モーニングのオーダーストップが午前10時45分です。モーニングですが、ドリンク代込みのモーニングセットが4種類あります。順番に見ていきますので、よろしくお願いします。画面の左の大きな写真のモーニングセットには、トースト、ゆで卵、サラダ、そしてバターといちごジャムのどちらかがつきますと書いてありますが、両方つけてもらえるみたいです。このモーニングセットが480円です。次は右上の茶碗蒸しセットです。茶碗蒸しがつきますが、写真を見るとゆで卵がついていないみたいです。この茶碗蒸しセットが610円です。次は右隣の小倉セットです。この小倉セットは480円のモーニングセットに小倉がついてるみたいです。480円のモーニングセットに小倉がついて560円です。次はダブルトーストセットです。このダブルトーストセットは480円のモーニングセットにトーストが1枚追加されてるみたいです。ダブルトーストセットは480円のモーニングセットにトーストが1枚追加されて630円です。ドリンクはホットコーヒー、アイスコーヒー、ダージリン紅茶、ウーロン茶、メロンソーダ、ペプシコーラ、なっちゃんオレンジ、野菜と果実のジュースの8種類のドリンクから選びます。紅茶はおよそカップ2杯分がポットで出てきました。このモーニングセットはドリンク代込み480円のモーニングセットです。ドリンクはホットコーヒーと紅茶をお願いしました。
ドリンク代込みの480円で、サラダ、ゆで卵、バター、いちごジャム、トーストの5品がついています。私は4種類のモーニングセットで、この480円のモーニングセットが一番お値打ちだと思います。これからどんなモーニングセットなのか、皆さんと一緒に詳しく見ていきます。よろしくお願いします。まず最初にサラダから見ていきます。このサラダにはコーン、キャベツ、赤い大根、レタスなどが入っています。ドレッシングは今かかっていませんが、後ほど和風ドレッシングをかけます。サラダに入ってるキャベツですが、キャベツはヨーロッパ原産の古い野菜です。紀元前7から8世紀の古代ギリシャローマ時代には、すでに胃腸の調子を整える保健食として食べられていたようです。日本での本格的な栽培は明治以降のことで、大正、昭和にかけて品種改良されてきました。キャベツの栄養についてですが、ビタミン C が単色野菜の中でトップクラスです。また胃の粘膜保護と修復、ストレス耐性ホルモンの合成、消化器官の炎症改善など、ストレス社会の強い味方です。またカリウム、葉酸、食物繊維もたっぷりです。キャベツは毎日食べたい食材ですよね。新鮮な野菜には体の調子を整えてくれたり、肌をきれいにしてくれるビタミンやミネラルが豊富に含まれています。食物酵素と呼ばれるものが生の野菜には多く含まれており、これを摂取することで消化酵素が増えて食物の消化や代謝を手助けすると言われています。野菜はビタミンやミネラル、食物繊維を多く含んでいます。多くの研究で野菜を多く食べる人は脳卒中や心臓病、ある種のがんにかかる確率が低いという結果が出ています。特に生活習慣病の予防改善を意識して、旬の新鮮な野菜をバランスよく摂ることが大切みたいです。次はゆで卵です。ゆで卵は女性に嬉しい効果がたくさんあるみたいです。アンチエイジングの効果、美髪・美白効果、ダイエットのサポート効果、免疫力向上など、完全栄養食である卵は、ダイエット目的なら固ゆで卵、栄養価目的なら半熟卵がいいみたいです。ゆで卵にはビタミン A やビタミン D、ビタミン B2、ビタミン B12 など様々なビタミンが含まれており、皮膚や髪などを健やかに保つ効果や健康サポート効果などが期待できます。このほか活性酸素の分解を助け、細胞の老化を防ぐセレンや体内の様々な代謝を助けるマグネシウムなどのミネラルも含まれています。卵が最近完全栄養食として注目を集めてるみたいです。完全栄養食とは、人が健康を維持するために必要な栄養素をバランスよく含んでいる食品です。卵はその代表格と言われ、健康や美容への効果が改めて見直されつつあります。卵の殻の色には白色と茶色があり、それぞれ白玉、赤玉と呼ばれています。赤玉の方がお値段が高いこともあり、栄養価も高そうなイメージですが、この両者の栄養成分に違いはありません。こだわるべきは殻の色ではなく、飼育方法と飼料というわけです。殻の色は鶏の種類の違いで、一説には赤玉を産む鶏の方が産卵率が低い上に体格が大きく、餌をたくさん食べるので費用がかかるから値段が高くなるとも言われていますが、最近は品種改良も進み、一概には言えないみたいです。自然派の卵は茶色の殻であることがほとんどですが、その理由は茶色の卵を産む鶏の種類が穏やかで飼いやすい品種である、気性が荒いと平飼いや放し飼いが難しいので、環境の変化に強く病気やストレスに強い品種が選ばれるみたいです。次はバターです。バターといえばパンに塗ったり、料理やお菓子作りに使ったりしますよね。ところがその昔は意外な使われ方をしていたようです。バターの歴史は古く、紀元前2000年頃から使われていたと言われています。ただしその当時は食用ではなく、古代ギリシャやローマでは塗り薬や美容クリームとして使われていました。食用とされ始めたのは紀元前60年頃からで、
ポルトガルから始まり、ヨーロッパ全体に広まりました。日本では奈良時代にソというバターのようなものが登場しましたが、本格的にバターの生産が始まったのは明治時代でした。次はいちごジャムです。ジャムの中でも比較的馴染みが深くて、爽やかな甘みと酸味のバランスがいいいちごジャムです。またパンに塗るのはもちろん、お菓子や料理にアレンジできる万能さも魅力ですよね。いちごジャムというと糖分の多さが気になり、特にダイエット中は食べるのを躊躇してしまいますよね。しかしいちごジャムは糖分の他にも健康や美容に嬉しい成分をたくさん含んでいます。いちごジャムにはペクチンという食物繊維の一種が含まれ、乳酸菌などの善玉菌を増やして腸の働きを良くする効果があります。さらに抗酸化作用のあるポリフェノールやメラノイジンもたっぷりです。また活性酸素を取り除き、老化防止や免疫力アップにつながります。私は甘党なのでジャムも小倉も大好きです。ジャムの中でも比較的馴染み深くて、甘みと酸味のバランスが良いいちごジャム、パンと相性バッチリの美味しいいちごジャムです。画面を少し動かします。次はホットコーヒーです。コーヒーの発見には2つの大きな伝説があります。1つは6世紀のエチオピア起源説、もう1つは13世紀のアラビア起源説です。年代的には差はあるものの、どちらもオラの国が最初だと言わんばかりです。その1つ、エチオピア起源説によると、エチオピアのアビシニア高原で発見され、その後アラビア半島に運ばれました。そこで栽培されたコーヒーのことをアラビアから取ってアラビカ種と呼ばれ始めたと言われています。コーヒー豆の種類は主に2つあります。それはアラビカ種とロブスター種です。左がアラビカ種の豆、右がロブスター種の豆です。見た目の特徴として、アラビカ種は縦長で粒も大きくふっくらとしています。一方ロブスター種は小さくてコロンとした、全体的に丸っこい外観をしています。アラビカ種は酸味や香りに優れており、高品質なコーヒーとして人気があります。しかし栽培が難しく、病気や害虫に弱いという欠点もあります。ロブスター種は苦味やコクが強く、安価で大量生産されています。しかし品質や風味に劣るという評価もあります。一般的にはアラビカ種とロブスター種をブレンドしてバランスの良いコーヒーを作ることが多いみたいです。アラビカ種は世界で生産されるコーヒー豆の約 60%、 ロブスター種は世界で生産されるコーヒー豆の約 40% を占めています。ロブスター種はアラビカ種に次ぐ生産量です。焙煎度合いによってもコーヒーの味は変わってきます。浅煎りは酸味が強く、甘みやフルーティーさが感じられます。中煎りは酸味と苦味のバランスが良く、コーヒー本来の風味が楽しめます。深煎りは苦味やコクが強く、香ばしさや焦げ目の風味があります。コーヒーには香りや味だけでなく、健康や美容にも良い効果があると言われています。コーヒーに関する文献で最も古いものは、中東の医師アビセンが11世紀頃に書き残したアビセンナの書であると言われています。そこにはコーヒーは胃の薬であると書かれています。当時は焙煎せずに果実や種子をお湯で煮出して飲んでいたので、今のようなコーヒー特有の苦味や香りはありませんでした。とはいえカフェイン含有率は抜群なので、イスラムの僧院では頭痛や吐き気止めの秘薬として珍重されていたようです。コーヒーが有効なのは胃酸不足の場合です。近頃ドイツで行われた実験でカフェインの苦味が胃酸の分泌を促すことが分かっています。食後のコーヒーには胃酸の分泌を促進して消化を助ける作用があります。ただし胃酸過多の人が食前にコーヒーを飲むと胃が痛くなるので避けた方がいいみたいです。次はトーストです。このトーストはうっすらときつね色に焼かれてる厚切りトーストです。うっすらときつね色に焼かれていますが、きつね色は焦げた色なのでしょうか。きつね色の正体は
1912年にフランスのマヤールという医師が見つけたので、マヤール反応と呼ばれます。英語読みで、メイラード反応です。パンの表面がきつね色に焼ける現象は、メイラード反応と呼ばれます。メイラード反応が起きると、パンの表面の化学物質が数十種類から百数十種類に増えて、アーモンドのような香りを出す物質、チョコレートのように甘い物質など多くの物質が生成されるみたいです。パンのルーツですが、今から8000年から6000年ほど前、古代メソポタミアでは小麦粉を水でこねて焼いただけのものを食べていました。これがパンの原型とされています。その後、小麦栽培とパン作りは古代エジプトへ伝わり、偶然によって発酵パンが誕生しました。古代エジプトから古代ギリシャへパン作りが伝えられると、製パン技術を身につけた専門のパン職人が登場して、ブドウ液から作られたパン種も使われるようになり、パンは量産されるようになったのです。日本へ本格的な西洋風のパンが伝来したのは1543年、種子島に漂着したポルトガル人によって鉄砲とともにもたらされました。その6年後、フランシスコ・ザビエルらキリスト教宣教師が日本へやってきて布教活動を始めると、キリストの肉とされるパンも全国へ広まっていきました。中でも南蛮貿易で栄えた肥前の平戸や長崎ではパン作りが盛んに行われるようになりました。米を主食とする日本ではパンはあくまでも来日する外国人のためのものであり、日本人の間にはパン食はなかなか根付きませんでした。その後、江戸時代に幕府は鎖国政策を打ち出し、キリスト教や外国との交易は禁止されてしまいました。それからというもの、江戸時代が終わるまでパン作りは唯一海外へ開かれていた長崎の出島のみでした。鉄砲とパンをもたらした種子島に漂着したポルトガル人が日本の柿の美味しさに衝撃を受けて、柿の苗と種を母国に持ち帰ったという説があります。その後、柿はヨーロッパ各地に伝わり、ポルトガル領だったブラジルでも柿は広まりました。そして現在、柿はスペイン、イタリア、イスラエル、そしてブラジルなど世界各国で生産されています。柿は英語でパーシモンと表記されますが、世界各国で柿という呼び方で通じます。ドリンク代込みの480円で、サラダ、ゆで卵、バター、いちごジャム、トーストの5品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。大まかな説明でしたが、食べるときに詳しく説明していきたいと思いますので、よろしくお願いします。この厚切りトーストにバターをたっぷり塗って食べるだけでも美味しさが増しますよね。トーストにバターをたっぷり塗って、またその上にいちごジャムです。私は甘党なので、ジャムも小倉も大好きです。ジャムの中でも比較的馴染み深くて、甘みと酸味のバランスが良いいちごジャム、パンと相性バッチリの美味しいいちごジャムです。このサラダにはコーン、キャベツ、赤い大根、レタスなどが入っています。ドレッシングは美味しい和風ドレッシングが使われています。卵を食べたいけどコレステロールが心配。コレステロールが心配だから卵は1日1個しか食べられないという話をよく聞きます。しかし、卵を食べるとコレステロール値が上昇するという説は、1900年代初頭にロシアで行われた実験から生まれた誤解みたいです。最近の実験でも、普段の食事以外に1日に卵を3個ずつ、しかも2週間食べ続けてもらった結果、コレステロール値を測ってみるとほとんど変化はありませんでした。また、卵にはコレステロールの上昇を抑えるシスチンやレシチンも含まれています。コレステロールそのものは人間の体になくてはならないもの。健康な人なら卵を1日1個以上食べてもコレステロールをあまり気にする必要はありません。厚生労働省が制定している日本人の食事摂取基準2015年版では、コレステロールの摂取量が直接血中コレステロール値に反映されるわけではないという判断から基準値が撤廃されました。皆さん、今回のモーニングはどうでしたか？
ドリンク代込みの480円で、サラダ、ゆで卵、バター、いちごジャム、トーストの5品がついています。私はお値打ちモーニングだと思います。皆さん、最後まで見ていただいてありがとうございます。次回はどんなモーニングに会えるかな、楽しみですね。これからもドリンク代のみのモーニングにこだわって、YouTube に投稿していきたいと思っています。チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。お疲れ様でした。